皆さんこんにちは、ワンダルギルギジです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダムシャアディスク続きをプレイしていきたいと思います。ジャブローの風、もうここまで進んだとなるとクワトル隊は百式に乗ってそうですよね。前回はレクリアスでしたが、今回はもしかしたらもう百式に乗ってジャブローへの降下作戦をプレイすることになるかもしれません。どうぞ。お帰りなさいませ大佐。キグナ、私はクワトロバジーナ大尉だ。私にとってはシャア・アズナブル大佐です。何かあったのか。アステロイドベルトの写真です。何、アクシズか。スペクトル分析でも核パルスと分かりました。核パルス、だいぶ前から地球圏に向かって移動を開始しています。地球へ。はい、ジオンの亡霊が動き出したか。ハマーン・カーンは二十歳になったか。はい。もう一つ気になることがある。グリーンオアシスからグリプスが移動を開始したのだ。だがエウーゴの出資者たちの関心はジャブローへと向いていた。あの重力の井戸の底へ再び行くのだ。それとアーガマに新任の艦長が来た。元ホワイトベースの艦長ブライト・ノアである。本日をもってアーガマの艦長に就任したブライト・ノア大佐である。各自発進準備にかかれ。モビルスーツ隊は衛星軌道より発進し、エマ中尉のリック・ディアスとクワトロ隊の百式を先頭に80機に及ぶ大編隊を組み地球へ降下。ジャブローに奇襲攻撃をかける。作戦終了後ガルダを奪い、搭載シャトルでパイロットは空へ脱出。万が一作戦が失敗した場合は地上の同盟組織カラバと接触し以後の対応に当たる。以上だ。お、これは百式ですよね。ではクワトロ隊百式で出撃します。百式はいかがです。クワトロ隊、リックディアスと基本動作は一緒ですが、何分操作感とスピードが違います。ですが隊員なら大丈夫ですよ。アストマージでしたね。バリュートをつけてるので機動性がちょっとどうなんでしょうね。では戦闘開始ですね。これはシロッコのメッサーラでしたよね。変態のトップをアポリとロバートのリクディアスさんがメッサーラに攻撃を受けて地球に降下できなくなった。そんなアニメのシーンだったかなと思います。今エマさんのリクディアスグハーと食らってんだ。このプレッシャーなんだ。やはりメッサーラ白っぽ戦か。ちょっといきなり白っぽ戦になるのか。確かに動きはリックディアスよりもなんか機敏な感じがしますね。まあ、オールドタイプモードでやってるとはいえ、このメッサーラ白っぽ相手に十分に機動性でも負けてない、そんな動きをしてる感じがします。ライフルがただ、リックディアスがね20発だったのに対して16発とちょっと少ないので、まあ、しっかりロックオンを確認してから、まあ、撃つ必要があるかなっていうのはありますね。であとはバレカンもリックディアスと変わらない感じですから。で、三聖者ライフル三聖者も
エクディアスと同じ、アストロノジが言ってた通り、操作性は、リックディアスと全く同じと言って良さそうですね。で、内風が回復したので、仕留めていきましょう。地球の引力の井戸に引き込まれるのはごめんだ。あとは後続に任す。艦隊の前に出るぞ。チターンズの第2波が入った。エマ家はアーガマに戻れ。その機体で大気圏突入は無理だ。ですが大尉、アーガマを守ってくれ。はい。間違いありません。右舷上40度、敵のモビルスーツ隊です。3分の2がジャブローに飛び込めば、ジャブローの制圧は可能だ。切り抜けてくれよ。この時、カミューのマーク2はね、ウェブライダーに乗ってたかなと思います。妙だな。ジャブローの抵抗はこんなものではない。もう降下した。何があるのだ。エリア1のビルはほとんどが空です。隔離痕は戦死した後ですね。ここを引き払ったのではないでしょうか。先行したレコア少尉からも音信不通ですしね。よし、エリア2へ進行する。ついてこい、カミユ。エリア2もまるで空き家か。レコアさんがいます。何、見たのか。いえ、そんな気が。いた、ガンダムマーク2と新型だ。ガンダムマーク2の出来損ないだ。これはやはりジェリードのマラサイト戦闘だな。マシンガンがちょっと食らいますね。見て、今、こまめに回避をしないと。しかも、シールを構えてるのか。マラサイが、シールドを構えてない隙を狙って、ライフルを、重点的に打ち込んでいく必要がありそうですね。あと、回避は、かなりこまめに、サイドに、左右にですね、振っていかないと、マシンガンが、思ったより、こまめにダメージを食らう、そんな感じがします。出来損ないではない。誰だ、パイロットは。ジェリドを退けました。この後、ジェリドのマラサイは、カミューのマーク2と戦闘して、撃破されましたよね。カラバのハヤト小林です。ケネディまで誘導します。カイが残した手紙です。カイはあなたを、シャー・アズナブルだと言っています。本当のことでしょうか。カイかぶってもらっては困ります。ジオンのシャアがなぜエウーゴに手を貸すのです。ザビ家は7年前に滅びました。となればシャアという人は地球再建を志に抱いてもおかしくない人です。その人が地球圏に戻りエウーゴに手を貸す、わかる話です。仮に私がシャアだとしたら、カイの手紙にこうありましたね。リーダーになろうとしないシャアは卑怯だと。この機体はアシマ。三連戦になるのか。ロベルトが、やられる。
アッシュマーはね、ロベルトやリックディアスを撃破しましたよね。特に何のグランブルターク少佐の発言もなく先ほど入りましたけど、ここは確実にロックオンを待って射撃戦でまた倒していきましょう。そうか、もう百式に関してはシールドを持ってないんで、回復をやっぱりしっかりこういうこまめにステップを踏みながらしておかないとちょっとダメージをそんなにか食ってる状況になりそうですね。ライフルで相打ちですよね。撃った後の機体が流れてるときにアッシュマーもライフルを撃ってくると相打ちでダメージを受けますね。なのでそのライフルを撃つタイミング、まあ敵もそして百式もですけど、そのタイミングはもしかしたらちょっとマーク2とかよりも、まあしっかり見極める必要があるかなと思いました。まあ、そんなこんなで撃破していきましょう。カミ、はい、百式の肩に乗れ。え、百式の肩に乗れ。はい、全パワーを解放。はい、ここまでだな。新型か。ああ、大尉、ありがとうございました。君こそよくやってくれた。いいパイロットだったが、これが戦争だ。たまりませんね。そうだ。はい。というわけで、ジャブローの風、プレイしました。3連戦でしたね。シロッコのメッサーラ、続いてジェリドのマラサイ、そしてブランブルターク少佐のアシュマと3連戦でした。では次回この続きをまたプレイしていきたいと思います。まあ、百式でね、最後まで行くのかなと思います。